コンニャウトリノ。コンニャウホライズンズ。今回はゆるゆる宇宙開発はお休みしまして、気まぐれ飛行機クラフト番外編、宇宙に行ける飛行機の作り方、お送りしたいと思います。今回作るのは、不要になったパーツを切り離すことなく、消費するのは燃料のみで、宇宙まで行って帰ってこれる機体を作るぞよ。SSTOってやつじゃな。この世界での SSTOは、大きく分けて2種類って感じね。緑さんを運ぶか物を運ぶかじゃな。今回は物を運べる SSTO を製作していくんじゃが、少しパーツを追加すれば旅客もできる機体を目指していくんじゃ。使用するパーツは全てストックパーツのみで、誰でも簡単に作れる機体にする予定よ。至って普通の機体なんじゃ。それと制作環境は、バニラ状態に、制作時にあると便利なモッドを入れた状態よ。パーツ追加が主目的になるモッドは一切入れていないわ。作り方も基本的なことを実践した機体じゃし、モッドも有名なものばかりじゃ。SSTを作るの余裕、とか、コアなモッドを知りたい、って思ってる人は見ても得るものはないと思うぞよ。入れているモッドはこんな感じね。で、リストックとリストックプラスは制作時に関係ないと思うんだけど。入れるとストックパーツがリアルになってかっこいいから入れておいた。ストックパーツの中には見た目がおもちゃみたいなのが何個かあるからね。それでは説明もそこそこに制作を進めていきましょう。まずは運ぶものを考えましょう。KSP 初期段階でよく打ち上げるものは2つあるわ。カーマン3自身たちとリレー衛星よ。今回は物を運ぶのがテーマじゃから、リレー衛星を投入するぞよ。それじゃスタート。今回制作するリレー衛星は、初期段階でも作れるものを用意するぞよ。ちなみに制作時間は8分じゃが、8倍速で流すから見たいところがあったら停止してみるんじゃ。なんか地味にもたついてるわね。パーツの並びがバニラ状態じゃから逆に困惑してるらしいんじゃ。そして初期のリレーの作り方すら忘れておる。がっつりやり直したわよね、今。最近はこんな感じの作ってるから頭の中は初期のリレーを思い出しながらの作成じゃ。ようやく作り方を思い出してきた感じで動いてるわね。局長のいつもの癖が出とるの。何でもかんでもサービスベイとかカーゴにしまいたがる癖。それじゃ。遠隔誘導ユニットとかバッテリーとかがむき出しで見えてるのがいやらしいんじゃ。外見はできる限りシンプルに作るのがモットーみたいじゃな。後ろでは直接通信用のアンテナをつけてるわね。これは見えてていいのかしら。アンテナは見せるもんじゃと思ってるみたいじゃ。機体をひっくり返して今度は中継用のアンテナじゃな。最後にデカプラーをつけて完成じゃ。つけ忘れた RCS ポートを取り付けたわ。ぶっちゃけなくても大丈夫なんじゃが念のための装備じゃな。パーツ数18、重量 2.7 トン、高さ 2.9 メートル、幅 1.8 メートル、全長 3.2 メートルじゃ。このリレー衛星が今ならなんと、3885ルートでのご提供となります。あら安い。金利手数料は一切かかりません。電話しなきゃ。なお、配達は SSTO でとなりますので滑走路をご用意ください。できるか。ひみこ女子。何？茶番はこれでいいか？メタ話しないで。5本。ここで1個モッドをご紹介。言わずと知れたメックジェブ2よ。これは自動操縦のモッドだけど、機体製作時でも役に立つわ。上部中央やや左にあるウィンドウがそれね。バニラ状態では面倒い確認がパッと見でわかるんじゃ。飛行時でもエンジンの特性をつかむには便利なモッドだから、ぜひ入れた方がいいわ。自動操縦に関しては全部任せてしまうと KSP が楽しくなくなる可能性があるんじゃ。自身がすでに習得したことを任せる程度の使い方を推奨するぞな。それじゃあ今回の本題、宇宙に行ける飛行機、SSTO の製作ね。念のために注意だけど、SSTO と言ったら飛行機の形って連想する人もいるかもしれないけど、単弾式で再利用できる機体なら形がロケットでも SSTO よ。そのイメージ大体こいつのせいじゃろ。どっからそんな画像持ってきたのよ。局長のパソコンから。勝手に持ってきて怒られても知らないわよ。気づかれたら三段ミサイルで蹴散らすから大丈夫じゃ。うち潜水艦ないわよ。で、進めていいかしら。あいよ。それじゃあ制作を進めながら説明していくわ。それじゃ、機体制作スタート。今回の胴体構成はマーク3でいくわ。形的にはゆるゆる宇宙開発で登場している1号機天狼と同じ感じじゃな。コクピット後方には液体燃料タンクをくっつけて、打ち上げ時に消費される液体燃料と酸化剤のバランスをとってるぞな。エンジン構成にもよるけど、酸化剤余っちゃうからね。そうじゃな。SSTO を製作する上で局長が気をつけていることは、水力、揚力、抵抗、重量、この4つのバランスを考えることじゃ。その中でも重量はかなり重要じゃ。軽ければ水力も揚力も少なくて済むからね。そうなれば搭載する燃料も少なくできて、さらに重量が軽くなるし、揚力を得るための翼も少なくできて抵抗が減り、より小さい水力で加速ができて使う燃料も減るわ。じゃから局長は SSTO を作るときはまずペイロードの重さを決めるぞな。何トンまで打ち上げられる機体を作る、って感じね。まあ、綿密に計算して作ってるわけじゃないから、出来上がったら結構余裕ができちゃったってのが結構あるんじゃがな。
業の中ではあるあるね。どっかの国の超宇宙変人が集まる宇宙機関の人たちでもない限り、計算ずくでの機体製作なんてできないんじゃ。局長も未だに理解できていないことが多いわ。天文学の方が得意じゃからなあやつ。機体製作の方は両サイドの燃料タンクに取り掛かっているわね。マーク2近くの燃料タンクじゃな。リフティングボディじゃから重宝するぞな。揚力も発生する構造ってことね。あと平べったいから抵抗も少なくて済むんじゃ。あまりごちゃごちゃつけてしまうと、そのパーツが受ける抵抗で加速が鈍くなるんじゃ。外見はできる限りシンプルにして、余計な抵抗を受けないように心がけるんじゃ。アンテナとかサイエンス機器をつける場合も、カーゴとかサービスベイの中に格納した方がいいわ。一つ一つの抵抗は小さくても、その数が増えれば大きい抵抗になってしまうんじゃ。そして機体が加速をしていけば、その抵抗はどんどん大きくなってしまうんじゃ。速度が出れば出るほど大気の抵抗を強く受けるからね。じゃから極力抵抗になるそうな部分は排除していくんじゃ。重量に関しても同じようなことね。重くなれば重くなるほど推力が必要になるし、それを飛ばすためにはより多くの揚力が必要となるわ。エンジンを追加すれば重量が重くなるし、最悪燃料の追加でさらに重くなるわ。揚力をつけようと翼を追加したら抵抗が増えるわ。抵抗が増えれば必然的に加速が鈍るわ。抵抗の説明の時と同じ流れじゃな。エンジン追加、最悪燃料タンク追加で重量増加じゃ。ぐる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 イタチごっこ突入ね。そうならないために局長が SSD 用を作る上で心がけていることを一つ言うんじゃ。パーツ数をできる限り少なくする、じゃ。SSD 用に限らず機体本体を構成するパーツ数を少なくすれば、必然的に重量も少なくなるし、その分受ける抵抗も少なくなるわ。局長が SSD 用を作る際のパーツ数の目安は、70から多くても100以内を目安にいつも制作しているぞよ。今回のこの機体もパーツ数は67、余却パーツを追加して68パーツで製作しているぞな。ゆるゆる宇宙開発で登場している SSD 用もこの基準内で製作をしているわ。要はパーツ数を減らせば重量と抵抗を軽減できて、その分余った推力、揚力、燃料をペイロードの増加に回せるってことじゃな。言っていることはしごく普通のことなんだけどね。それと大事なことをもう2点。あ、先に断っておくけど。原理や理論まで説明しちゃうと長編動画になってしまうから、詳しく知りたい見学者の方は自身で調べてちょうだい。まずは重心の位置ね。ちょうど今機体上に出ている黄色と黒のマーカーがこの機体の重心の位置じゃ。この重心の位置は極力機体の中央に持ってくるのよ。重心の位置が極端に前方にあったり、逆に後方にあったりすると、それだけで旋回性能などが悪くなるわ。それと今取り付けたギアの位置じゃな。ギアの位置は重心の真横にあった方がローテートしやすいんじゃ。ギアが軸になるからね。じゃが、真横にしてしまうと一つ問題が起きるんじゃ。尻もちをつきやすくなってしまうんじゃ。機体の後部に重いエンジンがついてるからね。じゃからギアは重心のやや後方につけるのがええぞな。そうすればローテートのしやすさもそこまで損ねず尻もちもつきづらくなるんじゃ。で、二つ目前に完成しちゃったわね。まだ調整が必要な段階じゃがな。二つ目はさらに重要だからこのままの状態で先に言うわ。ズバリ重心と揚力中心の位置関係じゃ。水色と黒のマーカーが揚力中心のマーカーじゃ。この揚力中心は必ず重心の後ろに来るようにするんじゃ。これは SSD 用に限らず小型の飛行機でも同じことよ。だな。もしこの揚力中心が重心より前に来ている状態で飛ぼうとすると、機首が一気に上がって宙返りしてしまうぞな。そしてそのままドカーンじゃ。じゃから後ろにするんじゃ。でも後ろにしすぎると操作性に何のある機体になってしまうから注意よ。飛ばないわけじゃないけどな。この重心と揚力中心に関しては、もう一個重要なことがあるけどそれは後でにするわ。次はこの状態で飛行した時の映像を見てもらうぞな。ほいでスタート。見ての通りパーツがグラグラ動いてしまってるじゃろ。そうね。特に重いエンジン部分が大きく動いてしまっているわね。一応パーツ同士はくっついてはいるが、それでもまとまりがなくそれぞれのパーツがたわんでしまっている状態なんじゃな。機体にかかる力を受け止めきれてないって感じよね。そうじゃな。この状態じゃと揚力をしっかりつけていても、その力を機体が受け止めきれてないんじゃ。旋回するにしても機体本来の性能を生かしきれておらん。エンジンの噴射にしても同じじゃな。これじゃあ宇宙に行くのも大変よね。これでも行けるには行けるんじゃがな。過度な操作をしてしまうと即空中分解じゃ。それじゃあ毎回ハラハラドキドキが止まらないわね。血圧上がってぽっくり行ってしまうぞな。ついでに言うんじゃが、当然ブレーキの効きも悪くなるぞよ。それは見ていてなんとなくわかると思うわ。無事に着水じゃ。それでは戻って続きをしましょうか。おうよ。おうそうじゃ、尺の都合で端折ったんじゃが、今の飛行前にカーゴ内にバッテリーを1個とソーラーパネルをつけたぞよ。カーゴ内バッテリーは後で見せるわ。そいじゃ今のパーツグラグラ問題を解決じゃ。グラグラ問題の解決方法は2つあるぞよ。1つはパーツの強固な接合をオンにすることと、もう1つは自動支柱を有効にすることね。進めながら説明していくぞえ。
パーツを右クリックするとこんなウィンドウが出てくるじゃろ。見慣れたウィンドウね。まずはこの中の強固な結合をオンにするんじゃ。これをオンにすると隣同士くっつき合ってるパーツの結合をさらに強くできるぞな。もう一つはその上にある自動支柱ね。今は無効だけど、このボタンをクリックすると最重量パーツ、ルートパーツ、全然パーツと切り替えることができるわ。局長は飛行機や SSTO の製作の場合はこれをルートパーツに設定しているわ。これは何をするのかというと、今この機体でのルートパーツはコックピットになっているわ。このルートパーツと任意のパーツをストラットコネクターで繋がっている状態と同じにすることができるのよ。この2つなんじゃが、KSP のバージョンによっては設定の中にある高度な設定をオンにしないと出てこないから注意じゃな。これで強固な接合ができて晴れて宇宙兵とはトニアが下ろさないのよね。そうじゃな。難点が2つあるぞな。まずこの2つの設定、バニラ状態じゃとパーツ一つ一つに設定していかないといけないんじゃ。すごい面倒くさいわね。そんなあなたに本日ご紹介するモッドはこちら、エディターエクステンションリダックス。このモッドは何をするものかと言いますと、今ご紹介した2つの機能の設定をたった2つのボタンで全て設定してくれる優れものでございます。あら便利。使い方は超簡単。ここのボタンをポチッとな。そうしまするとこんなウィンドウが出てきます。あとはこの2つのボタンを押すだけで全て完了。超簡単。なお、モッドの導入は全て自己責任ですので、データが消えても知りません。無責任。そしてもう一つの難点か、大型で重量のある機体には通用しないことよ。ストラットコネクターにも限界があるように、この機能にも限界があるぞよ。もしこの機能を使ってもグラグラするようじゃったら、接続強化モッドを入れることをお勧めするぞな。ネットで検索すれば見つかるわぞじゃ。そこはモッド名言わないのね。そもそもモッドを使用するには何か問題があった時のために、パソコンの知識とある程度の自己完結力がないとダメなんじゃ。じゃから使用しているモッドのリストを動画概要欄で公開しているんじゃな。話が少し脱線しちゃったわね。本筋に戻すわよ。そじゃな。あ、一つ言い忘れよ。さっきの飛行から戻ってきた時に揚力不足のためイレボンを付け替えているわ。より大型のものに交換したんじゃ。離陸滑走している時にどうしても機種を持ち上げられない時は、このイレボンを大型のものに交換することをお勧めするぞな。交換しても滑走路内でローテートできないようなら、それはそもそもの揚力不足よ。それでは最終調整に入りましょう。ここでいう最終調整とは、あったら安心のパーツを追加することよ。パーツの位置を微調整するとかではないわ。この大きさの機体ではそんなにシビアにパーツ位置を調整する必要はないんじゃ。違った意味で細かく調整する人もいるけどね。まずは本来はいらない変更点を言うぞな。さっきの飛行シーンでパーツの動きがわかるように、ギアを本来つけるものより1段階大型のものにしてたぞな。今ついているのが後部が超大型で前部が大型なのじゃが、後ろを大型にして前を中型にするぞな。次はエアブレーキの取り付けね。これは再突入時の減速と着陸時の減速で必要ね。なっても大丈夫っちゃ大丈夫じゃ。いらない旋回をしたりしなくちゃならなくなるがの。あと旋回角度には注意よ。角度をつけすぎると少しの作動で一気に減速してしまったりするわ。緊急減速はそれでもいいのだけど、通常使用の時に速度を落としすぎてしまう可能性があるわ。下手すれば破損じゃ。次は RCS ポートの位置を変更するわ。もともとついていた位置だと前後左右の移動はできるけど、衛星放出作業では前後と上下の方が必要になるわ。ドッキングすると必ず前方位に移動できるように取り付けた方がええぞな。そして最後の追加パーツ、ドラッグシュートよ。慣れないうちはこの大きさの機体でも付けておいた方が無難よ。着陸の時に滑走路にオーバースピードで突っ込んでしまった時用じゃな。これで一応の完成ね。最後にさっき棚上げしてた重心と揚力中心の位置関係に関する重要なことじゃ。これが完成後のこの機体の重心と揚力中心の位置ね。この状態なら何も問題なく飛行できるわ。じゃが一つ忘れてはいけないのが、この重心の位置は燃料が満載状態の重心じゃ。飛行すれば当然燃料が減るんじゃ。そうすると燃料タンクの位置によっては重心が前後してしまう可能性があるんじゃ。極端に動かない限り、前に動く分にはあまり問題は起こらず大丈夫なんだけど、問題なのは後ろに動いてしまうことよ。後ろに控えているのは揚力中心じゃ。宇宙空間では問題にならないんじゃが、大体燃料が枯渇してくるのは機関時の大気圏内飛行中じゃ。飛行中に燃料が減ったことで重心が後退し、揚力中心に近づきすぎると一気にバランスを崩すんじゃ。地上でタンクが空の状態を再現するためには、一つ一つ燃料タンクの中を空にするしかないわ。今後ろでやってるみたいにしてね。重心が後ろに動いてるのがわかるじゃろ。 SSTO は燃料がギリギリになることが多いんじゃ。なのでこの燃料使用後の重心の位置を意識した機体作りも心がけるんじゃ。でも、いちいち燃料タンクを空にして、見終わったら元に戻すなんて面倒くさいわよねー。そんなあなたに本日最後のおすすめモッド、RCS ビルドエイドのご紹介です。このボタンをポチッとなすれば、あら不思議。急に赤と黒のマーカーが出てきております。あらびっくり。何を隠そうこのマーカーが燃
燃料タンクが空の状態の重心の位置なんです。え、本当にこれを使えば面倒な確認も一目瞭然。楽だわ。しかも本日お申し込みいただけた方全員に声だけリバサミもプレゼント。勝手に見つけちゃダメー。ダメなのか。絶対ダメよ。5本本日紹介しましたモッドは、局長パソコンの 1.10 環境では動作していますが、すべての端末で動作を保証するものではありませんのでご了承ください。ことのついでじゃが、この機体がさっき作った機体にキャビンを追加したバージョンじゃ。ぶっちゃけこっちの方が重心位置が良かったりするわ。とりあえず説明はこんなところじゃな。なんか抜けてる気もしないでもないけど、あらかた説明できているとは思うわ。この後は最初に作ったリレー衛星を積み込んでお届けする飛行シーンとなります。一点お知らせじゃ。それぞれのコメント欄にお詫びと訂正コメントを掲載させていただきましたが、AU14 と15でコメント返しさせていただきましたエンジンブレーキに関する返答内容が局長の記憶違いと思い込みにより、誤った内容にてコメント返しをしておりました。米主様には深くお詫びをいたしますと同時に、コメント欄にてご指摘いただいた米主様に感謝を申し上げます。大変失礼いたしました。訂正内容に関しましてはそれぞれのコメント欄を参照くださいますようお願いいたします。毎回行っています米返しですが、今回は控えさせていただきます。次回から再開予定です。それではこの後の飛行シーンもお楽しみください。ご視聴、ありがとうございました。Thank you.